引き続きそのままで、まあ、基本的にはね、今日のことですから、小沢さんどうなるのかなということと、野田権力はどういうふうになっていくのかというと、まあ、絶対的な話なんで、土屋さんに伺いたいのはね、まあ、そういっても、もう具体的にはですね、いつ選挙があるのかということ、でその野田さんがですね、やり抜くというのは、三木武夫さんのですね、主張の話が出ましたけれども、党内は分裂状態になって、しかも側院の上がないというですね、側院の上を示してしまったら自民党全体が沈没するときに、彼は政党政治家として自民党は維持する、まあ、そういうふうに一般の人が見たかどうか別にしてね、その体制にするために今自爆的解散をですね求められたことに対してもですね、ずっと粘って、そして、まあ、しかしその裏でですね、解散権を振るいつつですね、あの時は何でしたっけ、松野雷蔵氏を総務会長にして、内田幹事長という構造まで作って、まあ、改造をしてですね、そして任期満了、フォード大統領の来日というのを実現して、そして選挙をして、そこでは負けて、そして、議会の子としてですね、その負けたという事実の上に立って、選挙やった選挙の負けたという事実の上に立って退陣したということですよね。まあ、その比喩からしてですね、どんなふうに具体的にですね、なんというふうにそのご経験から思ってられるか答えにくいことでしょうけども、教えてください。まあ、来年まで見通すというのはなかなか難しいんですが、うん、つまり、この消費税法案の問題はですね、まあ、三党合意という一つの、足かせがあるわけですね。つまり野田首相はこの三党合意をですね、こうなし崩しにしてしまうようなことはもう政治生命が終わりになるわけです。ですからこれで突っ張らざるを得ない。でじゃあその三党合意したその自民党公明党もですね、実はこの三党合意 この修正案みたいな話がありますけれども、そこまでしてしまった場合にはですね、やはり自民党公明党もですね、まあ、それ政党としてのメンツを潰されるわけですから、もう八方塞がりになってしまう。だそういう政治状況の中で、つまり彼が野田首相が生き残る道っていうのはやっぱりこれは、まあ、三党合意に基づいてですね、この法案を通さざるを得ないような状況にあると思います。つまり妥協、下手な妥協をですねできない、まあ、そういうことを考えるとですね、つまり一番いいのはその来年までこう解散は伸ばす、解散はしないと。だそういう状況の中で実は民主党内の、まあ反小沢グループというか反消費税派の議員たちをこうの力を削いでいく。つまり一番いいのは党を出てってもらうのが一番いいわけです。さて今は小沢代表のグループでこの前の57票でしたか、青票、青票を入れた人たちはですね、やはり出たい人、いやだけどやっぱり離党はしませんっていう人に分かれてるわけですね。そういう人たちがですね、いつまでもこうぐず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 してるっていうことはかえって国民の支持を得られないような状況が生まれてくると思います。まあそういう意味で、民主党内で、つまりけじめをつけろという問題がますます大きくなってくると思います。そうすると、その今野田首相、それから小沢元代表の調整役をやっている越井氏幹事長もですね、今ああいう調子ですから実際問題としてどう考えられているかというのはよく分かりませんが、もう彼も当事者能力がなくなってしまうんだと思います。でそうなると、こう民主党も党内的にこう分裂を抱えたまま
政治を前に進めるという状況がなくなってしまう、できなくなってしまうわけですね。まあ、そういう意味である段階でやはりその小沢グループというものが向こうで決断をせざるを得ないような状況というのが生まれてくると、まあ、それならば、まあ、野田総理にとってはどうぞ出てくださいと、かつてその小渕恵三、同じ田中出身ですが、小渕恵三と小沢一郎さんの、まあ、対立があったわけですけども、小渕さんもやはり自分のこう政策を進めていくためにはその小沢一郎さんがちょっと邪魔になったというような状況があるわけですけども、まあ、そういうような、まあ、歴史は繰り返すわけですが、今そういう状況ですから、ここまで、民主党の枠を超えてしまったという批判をしている小沢元、代表はですね、やっぱり自ら決断されると私は思います。しないんじゃないの、それは移動しないと思います。さっき言ったように政党交付金がさ入らないから、確かに選挙の場合はさ、おっしゃる通りです、ね、ですからね。そうです。ですからこれを巡って今水面下の駆け引きが行われると思いますからね。しかしその小西さんが小沢をですね出ていってもらったというのは、その時の会見でですね、小西さんもちょっと様子がおかしいなと言って、脳梗塞で亡くなられ、その時に密室でですね次の政権が決まり、それが一番自民党の中でもまずい状況になりですね、そこで小泉さんが出てくることによって、回復、自民党の、まあ、支持が回復され、リーダーシップ神話というものが、ね、復活したわけですけれども、小選挙区制度の中でね、その未当選挙ということはないんですかね、逆にあるんですか。小選挙区制を導入したときには、一つは二大政党制を目指そうという狙いがあったわけですね。ですけども、実は私は日本の政治というのは、二大政党制、小選挙区制というのは馴染まないと思ってました。今もそう思ってます。やはりその、まあ、定数3から4ぐらいのですね、中選挙区制の方がいいと思います。で、結局ですね、今こういう政治状況を考えるとですね、まあ、誰もが今度選挙をやれば自民党が第一党になるだろうと言ってるわけですが、かつてカナダでですね、カナダの国会議員の選挙で与党が、たった3議席か6席ぐらいになってしまった選挙ってのがあるわけですね。つまり小選挙区制の怖さっていうのは、全選挙区に立てた場合はですね、そういう現象が起きてしまう。ですから、それからもう一つは議員のですね、資質というか政治的な資質が非常にこう劣悪な議員も生まれてしまう。その時の風で生まれてしまうわけですね。で、こう今の政治状況を考えると、選挙制度から来る原因もあるような気がします。私は野田さんがですね、来年までに粘れるというのは、ね、力は実はないと思っているんですが、しかしいずれにしてもですね、野田さんが胃の不退転の決意でですね、消費増税だけを通すということであれば、極めても7月20日とかね、そのぐらいに上げるというのは最初から言われてて、それをまあ9月8日まで今延長してますよね。しかし、やはり消費税反対派というのは国民の中にも増えていくという状況を考えればですね、結局7月ぐらいに強行採決してですね、まずその力はあるかないか党内で、でまあ、その次のことはもうともかくとしてですね、そこができるかできないかというところに政策的にはですね、あると思っていて、
長く先、途中の時期に何かがあるっていうことはないんじゃないかと、うん、私もそう思います。今国会中にですね、決着をつけなければもうできないと思いますね。 できなかった場合には野田首相の政治生命というか総理としての、座はですね、もう危ういというか、もうなくなると思います。としましても、来月というと、もう7月だから、まあ、今国会中というのは9月に、まあ、9月というのは、いや、上院調子出たときはね、でもまあそうは言っても、そこまではいかないだろうとかでもね、1回しかないということね、うん、しかしそこまでの腹は残念ながらないんじゃないかな、そういう感じがするね、私は。野田さんのこれまでの一連の行動から、でも野田さんが失うものというのは、歴史的評価において失うものというのは、ないから やってしまうというエネルギーがあるというふうに見るのは、うん、まあ、どちらも急走、猫を噛むというですね、中で、猫の喧嘩ですね。よく言われることですけれども、実は野田首相がですね、そのバックに財務省が入って、もう財務省の言いなりに動いてるんだと、よく言われますね。で、多分それはその通りだと私も思います。鳥取知事をされた片山さんが本に書いてますけども、つまり財務大臣の時の発言もですね、ほとんどその財務省の振り付けで発言をしているということを明白に書いてますけども、そういう意味でですね、かなりというかほとんど財務省の意を対してものを発言している、つまりこの消費税問題も、その通りだと思うんですね。まあそういうところから批判をすれば、なんだ財務省の言いなりじゃないかと、自分の考えが何もないんじゃないかと言えるわけですけども、ですけどもこの状況になった以上はやはり突っ走るではないか、いずれにしてもじゃあ歴史の評価っていうのは後から生まれるわけですけども、竹下さんが 3% をやった、それから、橋本龍太郎さんが 5% に上げた、いずれもですね、よく踏み切ったなと、実践したなっていう評価が今あるわけですね。確かにその直後はその税収などが不景気になるわけですけども、そういう長い目で野田さんが考えてるかなと、とも思うんですけどね。今はもう本当に悪者になろうと、だけども日本の再生のためにはやらざるを得ないんだというような腹があるような気がします。私は消費税が成立するということはですね、いろんな技術的な問題があるし、それについてもですね、新聞報道をなんかこれから始まったばかりだっていうのは、まあ、いいことだとは思わないけども、もう8月前になってきますとね、来年度予算の規模がなんかが出てくる。そうするとそれはですね、これもまたその民主党政権の性格というか、自民党支持者たちにもですね、お金を分配したいという、なかなかそういう不思議なですね、お金の面では大連立みたいなですね、ところを持ってきてますから、そうするとね、今度はやっぱり100兆円というですね、予算がね、出てきて、国債は減らないのかと、増えますよ。そこら辺のところが見てね、8月に入ってくると論理がおかしいんじゃないかということに気づくと思う。気づかないうちにですね、強行するだろうというのが、まあ一つのというか一番の答えじゃないでしょうかね。ただその場合ね、そうは言っても民主党というものが政権交代をしたわけですよ。でまだその一回も選挙をしなくてもいい状況にある中で、言ってみればその創業者のグループを追い出してですね、そして、自民党がですね、乗っ取ったような形になる。
しかもそれがですね、まあ、今朝の新聞にもね、自民党の放送の中でね、まるで与党だっていうようなこと、もうそれがまたその、まあ、超論グループのリーダーシップでですね、できていた。そういうその300議席を超える政党がですね、取られちゃうっていうね、それをその大連立というふうに26日ぐらいから言い出している新聞もありますが、そういうことっていうのは、その1回そういうことがあってもですね、それが議会推薦時の機能として、続くものか、あるいは反動にがですね、自民党の側にも出るんじゃないか、そういう議会政治全体の機能という意味ではですね、反省の機運なく、民主党は最初のできてですね、政権を取って4年でですね、3年で、パンになっちゃったと。でこれは、まあそれはもちろん野田首相はそのマイナスをですね、引き受けつつ突っ走るということなんですが、まあしかしその後のこともありますから、それは誰がどう考えるものなんでしょうか。保守維新さんがやっぱり考えるんでしょうか。そういう問題をね、含めて、やはり消費税がね、8%、10% になっても、これ13兆円ですか、増えるのは。13兆5千億とか言われてますよね。税収がね、それなのに、まあ来年度の、お客さんだって100兆円は突破すると、今、税収は40兆円前後しかないというようなので、ますますね、財政との赤字が増える一方で、1000兆円も、今、あえて1100兆円を突破したでしょ。だからそういう問題で、民主党の場合の、ばらまき、自民党に、ね、なったりしても、やはり、ばらまき、財政、緊縮化というのは、実際言ってね、今の政治家のどこにもいないという感じですよね。やっぱり選挙人の方も、一応、借金をしても、現在の生活を維持したいし、そうです、政治家の方も、パラマキ生活をするけれど、そういう中で国家的な破綻がね、刻一刻と近づいているという問題ですよね、今の問題は。だから政権がね、政権が変わっても、一切ね、国のその乾いている、難問は解決できない。その国債残高がね、増えたということがね、ギリシャ的な現象を生むだろうと。いう経済理論自体も私はおかしいと思ってるから、そうはいかない。そう簡単にはいかない。ただ、少しはね、減らなきゃいけないだろうっていうことがね、来年の予算でね、増えてるじゃないかっていうとね、それは国民も何したんだろうっていうことになりますよね、それは。それはブレるブレないっていうことでさ、ね、自民党の最後からですよ、経済政策についてブレたとかブレないとかですねっていうのは、どういう基準で経済をね、経済政策をやってるんだろうっていうね、ことに不安があるわけですよね。でそこでリーダーシップの、まあ大地震の後にね、リーダーシップの野田が出てきて、そういう世界を作って、マスコミの協力を得てですね、ここまで持ってきたっていうことなんですが、経済政策がね、それはやっぱり国民もですね、緊縮型なんて嫌だし、それはね、どっかではそれもいいなと思ったりします。それは景気の話ですから。で僕はそれ1000兆円の借金があろうと国債があろうとなかろうとね、しばらくは持つと思ってるから、その議論はね、組みしないんだけど、しかしさ、結局大ぶれなわけだよね、民主党というか野田政権というかね。それは自民党も大ぶれですよ。そこで政治的にどう決着がつくのかなということは多分、考えてない。自公民さんとは考えてない。それは真空総理ってのがいたけどね、真空三党っていうのがあるんであって、
私がですね、消費増税についてですね、ちょっとマイナスなことを言うのもね、真空の方に乗っかるのも嫌だなと先々やってかなきゃいけない。真空に乗るってのはね、今権力がある人じゃないとやったって仕方ないんで、まあ、消費増税をですね、我々ね、リーダーシップ論かなんかで、賛成している人たちはですね、多分その組織の中でいい位置を維持してんじゃないかと。ただそれだけのことだよ。うまくいってる人はこれでいいんですよ。今面白くない人はこれが嫌で、その面白くない人がね、どんどん増えてるんじゃないかっていう認識があるかないかですよ。だから例えばそのヨーロッパでいろいろ危機の発生してるわけですけども、やがて日本でもそういうことが起こるのかなというようなですね、やっぱり見方をしている国民っていうのは多いと思うんですよね。でそういう中でその日本の、実は日本もその1000兆円を超える借金を抱えているんだと、そういういつかやっぱり財政破綻が起きてしまう。でそういう意味で誰かがやはり心当たりでですね、その歯止めをかけるというか、立て直すためにはどうすればいいのかと、今言われているように税収が40兆円で、予算が80兆円、100兆円ということは誰が見ても不健全であるということは分かっているわけですね。でそういう状況の中でやはり誰かが舵を切らなければこの状況というのは歯止めがかからない。どうしたってそれは国民有権者は増税は反対ですよね。喜びませんよね。まあ、そういう中で、まあ、後ろに財務省という大きな組織があって野田首相が動かされているのかもしれませんが、いずれにしても野田さんがですね、ここでやはり増税をせざるを得ないんだということを踏み出したということはですね、やはり一定の評価を与えてもいいんだと思います。でこれは実は、自民党も当然分かっているわけですね。自民党はまあ同じ 10% ですから、公明党とも他の政党もですね、確かに増税の前にはやることがあるっていう、まあ、一つスローガンがありますね。で増税の前にすることがあるというのはみんなの党がどうも作ったようですね。でそれが、まあ、その国会の中で一般に広まったわけですけども、そのやることが確かにあるわけですが、まあ、それはやらないとは言ってないわけですから、まあ、いずれにしてもここでですね、こう突破口を作らないといつまでたってもこの問題が財政破綻へ進む問題というのは、防止できない、歯止めがかからないというような感じがします。ちょっとこの政治のですね、内閣官に土屋さんと公私ともを変えたようなことを最後に言いたいんですけども、消費税を上げる前にやることがあるということが言われてますが、ことここに至るとですね、まあ、民主党にせよ自民党にせよですね、消費税を上げた後に何をするのかという問題がクローズアップされてくると思います。そして、その中にですね、まあ、今までの一連の流れの中で、岡田消費税という時代があったんですね、1月から。それがまあ、マイナンバー制と、象徴的に言えばマイナンバー制と歳入庁の問題があるんですが、それが消えたと思います。それは政党政治のメカニズムの中でそう政策が消えたと思います。ただ消えてしまうとですね、先ほど土屋さんも言われましたが、大蔵省は背後にいるということを如実にですね、論証するようなこと、つまりこの政策っていうのは非常に、財務省のですね、立場苦しくなる政策で、本当は好きじゃないわけですね。それが消えたもんだから、まあ、ますますそうかなと思うんですが、まあこれから長い間に、やっぱりこの1000兆円というものを考えていくとね、財務省もそう、今回だから成立する消費税がですね、この時間でね、成立したときに、
財務省の全てがですね、それに賛成しているのかと、まあ、技術各要素の問題としてね。だから、オンプラシブの財務省の陰謀説というのは、まあ、私はあまり実は考えてないと。それよりもっと激しい、やっぱりですね、政治と経済の総国ですよ。そんなことではなかなかできない。その中で財務省がもみくちゃになる時もまたあるだろうしね。まあ、しかし、問題が長引くというふうに僕は、まあ、成立しても長引くというふうに思います。大きな火種が残るだろうと。まあ、そういうことですね。はい、まあ、政治の問題はですね、今後ともああいう、まあ、延々とですね、バワラ評定を続けるんじゃないかという感じがしますが。まあ